少しシュートコースは甘かったんですけれどもね、東口がよく対応したと思います。はい、東口が触ってバーに当たったと思います。下のコースを消してるか。太田康介落としてきた。東口ここの右足、しかし鹿島らしい。レオシルバは空いている山本を使います。土井に合わせる。おー、ナイスキーパー。ここに田辺、話題の高橋スルーパス、反転シュート。いやー、ナイスキーパー。決まっています。ここは相田のミドルだ。難しいんですよ、はい、横からのボールをダイレクトっていうのね。右サイド松橋流しています。松橋が中に切れて左足シュート。ゴールキーパー
からチャンスです。広島押し込めるか。低いボールニアサイド。ここも東口。ニタハイエル。このパンチングが東口セカンドボール拾って浮かしていく。さあ、ニタオのシュートでしたけれども。前にカンガラーノ、入り口が前入るが、カンガラーノうまくかわした。カンガラーノキーパーと1対1になる。カンガラーノシュート。東口。東口。ラッキーだった。運河に合わせたか。セカンドボール回収してドリブルからのシュートだ。東口セーブ。さ、入り口。さすがトールシュート。やったわ東口。出れないですよね。運河一旦打つか。ここは戻して水平から。長澤の先、クエンカ狙っている、東口、さらに長澤だ、ここでシュート、また東口だ、上がってきた、斉藤、大きな大に吸い込まれるなんか、絵が見えたんですけども、去りましたね、東口。はいはい、